モーリス・デュルフレの前奏曲、アダージョと、たれ作り主なる精霊による、コラール変奏曲は、オルガン独奏のために書かれた作品である。任意で単戦立男性合唱を加えることもできる。1930年作曲、デュラン社より出版、演奏時間、約20分。初演は1930年5月16日に、デュルフレ自身によって、 フランス国立音楽協会主催のパリ音楽院での演奏会にて行われた。また、同年6月にこの曲はオルガントモの会作曲賞を受賞した。この曲で、最も特徴的なのは3曲目にあたるコラール変奏曲で、これはグレゴリオ聖歌の汚れ作り主なる聖霊の旋律を元ととしている。補聴上のミクソリディア協会戦法に基づくため、 第7音が超音階より半音低い。このため聴覚上は異調調にも聞こえ、全曲の最終部分が俗和音で終わるような印象を受けることもある。またコラール変奏曲に限らず全曲がこの補聴ミクソリディア戦法を基盤としており、そのためデュリフレのオルガン曲の中では特に蝶々に近く明るい印象を持つ曲である。この変奏曲のうち各変奏部分の間に、 任意で単戦立男性合唱によるグレゴリオ聖歌を挟むことも可能であり、これによってより教会音楽としての神聖な雰囲気を醸し出している。合唱と合わせての演奏会や録音によってはこの編成での演奏を聴くこともできる。来たれ作り主なる精霊はもともとキリスト教の行事である聖霊降臨祭に際してカトリックで歌われる聖歌である。そのため時期としては5月。 または6月にこの曲の演奏機会が多い。ありがとうございます。